エミリン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 チャンネルさあ始まるよこんにちはエミリンこと松海ですこんにちはっていうか今ね正確には時間はもうめっちゃ深夜なんですけれどもお風呂入って で寝る前に私いつもコメント欄見たりとかインスタの DM とかで皆さんがメッセージくれるの見たりとかしてるんですけれどもいつもこれ私急に思い立てる動画撮るんですけれどもこれちょっとみんなに言っとかないと誤解が生まれてきちゃうかもなーっていうことがちょっと溜まってきたなーと思ったので皆様に最近のよく聞かれるとことに対してここはこうなってますここはこうなってますっていうののお話大会です 過去の動画で言ってることとかもあるので、エミリンチャンネルのヘビーリスナーの方とかだったら、あ、その話も知ってるよとか聞いたことあるよって思ってくださる方もいるかもしれないんですけれども、もうみんながみんな全部の動画見てるわけじゃないので、優しくおさらいみたいな感覚で聞いていただけると幸いです。というわけで、えっと、皆さんから聞かれたこととかで多いことについて答えていきたいと思います。まずね、一番ね、最近多いのが、私やっぱ旅行に行く動画とか、地方に行く動画とか、最近は海外に行く動画とかも増えてきてるので、それに対して旅行中とかに 猫ちゃんどうしてるのとか誰が面倒見てるのっていう質問をよくいただくので答えさせていただきますこれ以前の動画でも話してるので知ってる人はもう知ってるよという情報だと思うんですけれども私、えっと、猫ちゃん2匹と暮らしてるんですけれどもそもそも猫ちゃん2匹と暮らしますよって決まるタイミングから当時からずっと今もずっと一緒にいる編集者兼スタッフ兼お友達の子が2人いてその2人がいつでも住み込みで面倒を見てくれるよっていう 状況を作り出して絶対に大丈夫っていう状態になってから猫ちゃんをお迎えしているので、そこは安心していただきたいです。メンマとトロロ二人とも、赤ちゃんの時からその二人のことはよく可愛がってもらって分かってるから、もうめちゃくちゃ私と同じくらい懐いてるって言っても過言ではないぐらい、懐いてるので、そこは本当に安心して、信頼して任せることができるから、私も、 安心して地方の動画を撮りに行ったりとか、海外に行ったりとかができるっていう状況がありがたいことに生まれているので、逆に言うと、こんだけ私がいろんな地方とか回れる状況が作り出せるぐらい、この二人が本当に優秀で愛を持って、ちゃんとメマとトロロのこと見てくれてるっていうのがあるから、こんだけいろんなとこに旅行動画とか撮りに行けるんだと思います。で、と同時になんか私がなんか猫ちゃんに対する愛が薄いんじゃないのとかも言われちゃうことがあるんですけれども、これはね、 数値化できないものだから、すごく難しいんですけれども、もちろん私はもう本当に大好きです。<laughs> としか言いようがないですね。家でプライベートでくつろいで、猫、ね、ちゃん可愛い,いね、おはよう。メンマとろろおはようって言ってる時って、多分まあ当たり前だけどそれ映ってないので、聴者さんからしたら動画で見てる部分が全てだと思うから、旅行ばっかり行って、とか、もしかしたら思われる方もいるかもしれないんですけれども、私はすごく愛を持って接してると思ってるし、本当にメンマととろろ、 に助けられて今生きてるなっていう自覚がすごくあるので病んでるみたいですね。だけど本当にそれぐらいなんか二人のおかげで今楽しく生きれてるなってぐらいの気持ちがあるので仲良くさせてもらってると思います。なので今後ももしかしたら動画によっては緊急で地方行きますとか緊急で海外に行きますっていう動画とかも上がる予定があるんですけれどもその際も 緊急で行く前に必ず何日から何日まで行けるっていうことを友達兼編集者兼スタッフの二人に確認してお願いして絶対に大丈夫っていう日程が確約してからでは緊急で行きますって言ってるのでそれは本当に安心してほしいです。まあ、動画上 言わないですよ。今から、緊急でちょっと地方に旅行に行きますとか、緊急で海外に行きますとか、多分動画じゃは言うんですけれども、その間には、今から緊急でどこどこに行こうと思っていて、それをするにあたって、猫ちゃんたちに、を住み込みで見てほしいということを、私の編集者兼スタッフ兼友達に頼んで、それの了承を今日いただいて、確実に何日か猫ちゃんたちのお世話をしていただけることが確定したので、緊急で行きます。っていうのが多分本当の、ふふふ。 <laughs> なんそれって感じだけど、もうそれが本当の文章なんですけれども、それは言わないけど、そういうつもりで見ていただけると嬉しいです。そしていつも本当に住み込みで面倒を見てくれる友達兼スタッフ兼編集者のお二人、本当にありがとうございます。これはもう本当に感謝。ありがとうって感じです。あとですね、もう一個、最近ちょっとちょくちょく言われるのが、この間でヒカルさんの動画でヒカルさんが私の家に直撃するみたいな感じの動画があったんですけど、その時に猫ちゃんを 部屋に入れてて、猫ちゃん閉じ込めてるみたいでかわいそうっていう声もあったんですけれども、それに関しては、ヒカルさんが猫アレルギーなんですよ。なので、あの、ヒカルさんが来たって分かった時点で、一回猫ちゃんに部屋に入ってってもらって、一応猫部屋っていう猫ちゃんが遊べるような部屋をもう丸々一個作ってて、そこにキャットタワーとかおもちゃとか置いてて、そこにいてもらうっていう感じの方式をとってます。これに関してはもう私の職業上、どうしてもそのコラボ相手の方とかお仕事先の方が、猫アレルギーとか猫が苦手ってなったら、しょうがないな っていうのは正直あるので、その時間まで猫ちゃんの部屋に行ってもらうって感じです。はい、えー、続きましてよく聞かれることその2。編集者さんのこと意外と皆さんすごい、編集者さん何人いるのとか、一人の動画だと思って見てたら、実は編集者さん同行してましたとか、そういう動画とかもあるので、結構編集者さんに対する質問をいただくので、そこにも答えていこうかなと思ってるんですけれども、編集者さんは今、6人かな 専属でやってくださってる方もいるし、副業として別の仕事しながらやってくださってる方もいるみたいな感じなので、本当に様々で、もうがっつり、もう週に何本とかやってくれるような編集者さんもいれば、2週間に1本ぐらいとか、自分のペースでやってくださってる編集者さんもいるみたいな感じの構図です。で、編集者さんのほとんどは、ライブとかにお願いしてるんじゃなくて、私の知り合いの知り合いとか、私のもともと友達で編集できる子とかにお願いしてるので、プロの編集者さんにお願いしてるっていうよりは、身内の友達だったりとか、一番離れてても友達 の友達とかにお願いしてる感じで,すで、たまにね、あの、私、エミリンの編集者さんになりたいんですっていうメッセージとかもありがたいことでいただいたりとかもするんですけれども、今のところ、一般で編集者さん募集みたいなのは、今のところはしてないんです。申し訳ございませんっていう感じです。で、 編集者さんに、そう、時々地方の撮影とか同行していただいていて、その理由としては、最近の動画とかで言うと、奈良が一番わかりやすいかなと思うんですけれども、やっぱ地方に行く中で、どうしても自撮りだと、もうこの画角かもうこの画角か、あと私の顔が映らない外の画角しか撮れないので、動画の幅が狭くなってしまうなーって思うんですよ。で、例えばその、さっき言った奈良の動画とかだったら、鹿に鹿せんべいをあげるっていう構図が、もう自撮りだと絶対撮れないじゃん。 私と鹿さん込みで、こうやってあげるっていうコードが絶対取れないなーっていうような時とかは、ちょっと編集者さんに来てもらって、編集者さんも一緒にちょっと旅行をしつつ、でも編集者さん本業の編集があるから、基本的には別行動でカフェとかで編集してたりとかしてて、鹿せんべいのとこ撮りたいからそこだけカメラお願いできないみたいな感じでお願いしていいよーって、なんか時々近くにいて来てもらうみたいな謎行動をしてるんですよ。だから、 視聴者の方からするとすごい違和感があると思うんですけど、なんかずっと一人で撮ってて一人しかいないよーっていう感じの空間なのに、いきなり、あ、ちょっとここから編集者さんにカメラ頼みまーすとか言ってる時があって、確かにこれ視聴者の人からしたら、おうってなるだろうなーと思って、ちょっとここはすごく説明してなかった部分だなと思うんですけれども、今後の動画にもそれはきっとあると思います。で、そう、さっき言ったように編集者さんも6人いるので、その編集者さんによって、 見込みの感じとかが違うと思うんですよねたまによく言われるのがなんか今日の編集者さんめっちゃ優しいのに次の日の編集者さんめっちゃ厳しいとかそういうのとかもあったりとかしてでもそれはなんか私はどの編集も好きでそれをなんか違いとして楽しんでもらえたらなって思ってますでたまになんか編集者さんの言葉がきついとかなんか右上が言葉が強くてミニがかわいそうとか言われるようなコメントとかもあるんですけどそこは本当に安心してほしくてというのもほとんど友達なんですよでもともと関西とかの友達だから普通に関西のノリとかでなんか やばとか、やばすぎやろみたいな感じとかの編集とか多分全然あるけど、それって本当に多分友達が友達に言ったり、いやもう何してんねんみたいな感じのことだと思うので、あんまりなんかその右上の言葉がきついとか、そんな強くはなくても。 っていう目線で見ていただかない方が皆さんも楽しく見ていただけるのではないかなと個人的に思っております。まあでもそういう心配の声とかって結局皆さんの優しさとか本当に私のことを思って言ってくださってる方が多いなっていう印象を私は受けているのでそこは本当になんか心配してもらってありがとうございますって感じです。そう、さっきの猫ちゃんのこととかもそうなんだけどあのもちろん中には絶対私のことを悪く言ってやるわみたいな方もいらっしゃるのはわかるんだけどほとんどの方が心配してくれてたりとか純粋に疑問を持ってえ どうしてるのって聞いてくださったりとかしてるっていうのが本当にめっちゃわかるからだからこそ私もこうできるだけ真摯にというか誠実にまっすぐに本当にこういうことになってますっていうのは伝えたいなと思ってるんだけどなのでそこは私も勘違いしてないのでご安心くださいいつもありがとうございますご意見ありがとうございますっていう感じですで次があ,あ、そう3つ目これ前の動画でもちょっと話したんですけれどもディズニー動画の収益化についてなんですが、まあ、ディズニーランドの 動画は収益化禁止なんですね。なので、基本的に本当に収益化はしていません。これはまあ間違いなく結論から言うとこれが事実なんですけれども、本当になぜか暗示的な方なのか、何か根拠があるのかわからないけど、収益化してるだろう。みたいな感じのことをすごく言われるんですよ。で、これはね、本当にやっぱ、以前の動画でも言ったんだけど、してることの証明は簡単でも、していないことの証明ってすごく難しいから、なんか私はこんな感じで、いや、こういう感じで収益化オフってやってますよとか、こういう風に出すことはできる だけどでも裏でやってるんだろうとか言われちゃうことが最近多々あってああ、あとそうそうそう前もねそれ動画で言ったんだけど収益化チェックできるサイトみたいなのが存在してそのサイトに URL を打ち込んだら収益化してるかしてないかがわかるっていうサイトなんだけどそれをやってみると収益化してますって出るんですよ私の動画ディズニーの動画とかも多分その収益化をチェックするそのサイトが間違ってるんだけど一般の視聴者の方全然わかんないと思うからこのサイトでチェックしたけど収益化してるっていう結果になりました みたいな感じで怒られたりとか結構未だにするので、それに対しては本当にちょっとどうしたらいいか分からなくって。なので、ちょっと今後のために一時を予告じゃないけど、可能性として言わせていただくと、なんか私なんか刺激化なしでもディズニー動画ずっとあげるみたいなこと多分言ってたと思うんですけれども、こういう感じで刺激化してー ててててもししししるるでしょしてるでしょょっていう声があま今後もうディズニーで動画を撮るってこと自体をやめさせていただく可能性はあるかなと思いますその時が来た時にいきなりパッと言うとちょっとみんなびっくりしちゃうかもしれないので一応予告的な感じで今後その可能性はあるなーっていうことだけなんとなく覚えておいていただけるとありがたいです4つ目 これね、結構最近あラルなんですけれども、それこそ今日ディズニーランドに行った動画あげましたってなったら、今日ディズニーランドにいたんですねって喜んでくださってる方がいたりとか、私の SNS での投稿をリアルタイムで起こっていることとして認識してくださってる方が時々いらっしゃるんですけれども、基本的に私の全ての SNS 投稿はかなりの時差があると思っていただけると幸いです。YouTube の動画は特に今日動画を撮りましたって 編集者さんにその素材をお渡しします私の動画ってカットも結構細かいし、全テロップなので、結構時間がかかるので、多分最短でも3日。普通だったら大体1週間ぐらいかけて、私のところに帰ってきて、編集が終わった動画を見て、私から、あ、ごめん、こここういう風に直してもらえるとか、ここ修正してもらえるっていう修正依頼をかけて、修正していただいて、もう一回チェックして、そこからサムネ作ったりとか、いつ動画投稿しようかなって、ちょっと最近ある動画の中から、自分の中で順番を組み立てたりとか、 してちょっとじゃあ5日後ぐらいに投稿しようかなとかそういう感じで動画を組み立てて動画が世に排出されるっていう仕組みなのでまあだいたい早くても 一週間から二週間ぐらい経つかな、動画撮影日から。ってぐらいの感じなので、なんかたまにすごい申し訳ない気持ちになるんですよ。今日動画あげました。今日同じ場所にいました。本当に嬉しいみたいな感じとかで、すごい喜んでくださってるコメントとかを見ると、あ私がいたのは一 <laughs> 週間前なのみたいな気持ちで、それこそインスタのストーリーとかで、 これはほんと危険だと思うんだけど、そのストーリーに対して、あ、その場所にいるんだ。じゃあその場所に行きます。とかも、基本的にいないんです、その場所に。インスタのストーリーとかも、そういうことが起こらないように、やっぱちょっと時差を持って投稿するように心がけているので、私は。もちろん言葉とか発言に時差はないんですけどね。その画像とか、動画とかのいる場所とか、映っているものにおいては、どうしても時差が生まれてしまいますので、文字だけございません。 で、五つ目。これも以前の動画でもちらっとお話しさせていただいたんですけれども、これはもう私からのお願いっていう形になるんですが、ありがたいことに、街中で私に気づいていただけた時に視聴者の方から、エミリーさんですかって声をかけていただけることが時々ありまして、本当にすごく嬉しいんです、それは。本当にすごく嬉しくて。 やっぱりこういう活動してるからさ、もともと多分私の中にもさ、目立ちたいとか、エミリンとして認められたいみたいな気持ちがすごいあると思うの。自己顕示欲的なものがあると思うから、だからこそ声かけてもらったりとか、私をエミリンとして認識してもらえてるっていうのはすごく嬉しいことだから、基本的にはもう話しかけられたらお話もするし、写真撮ってくださいと言われたら、写真も撮らせていただきたいって本心から思ってるので、本当に嬉しいんですけれども、ただ本当に、 みたいなことがすすごく多く多てですね、まあ、前動画でね、チラッと話したんだけど、その時は旅行に行って、お宿の大浴場に入った時に、全裸の、エミリンならぬ全裸ン,ンが、大浴場に入って、うわーって使って、うわーってお湯から上がって移動している時とかに、結構大きめの声で、エミリンさんですよねみたいな感じで話しかけられたことがあって、真っ裸ですよ。真っ裸。視聴者さんも真っ裸。 で、その、大浴場だから結構ワン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 ,バンって声が響くので、真っ裸の人がみんな、なんか、誰何何何ン誰みたいな感じで、バッと見られるっていうことを経験しまして。 で、さすがにちょっとそれはね、思っちゃったんです。そういう系で、それこそ過去にあったんですけれども、実家に宅配の荷物を送りたくて、宅配便のね、ところに直接送りに行ったんですけれども、その時に、私の現住所と実家の住所を全部書いて、これでお願いしますって渡した時に、こうやってじーっと住所見ながら、エミリーさんですよね。 みたいな感じで、その配送業者の方に言われたりとかしたこともあって、その人が悪い人だって思わないけど、私からしたら、その視聴者さんに、私の現住所と実家の住所を知られたっていう気持ちになるから、どうしてもなんかちょっとだけなんか、ドキッ するし、tp o は決まってって、普段だったらええよでも今じゃないみたいな気持ちにすごいなりましたし、あとこれも実際あったんですけど、私あの生理痛が結構ひどくて重くて、レディースクリニックというか、まあ産婦人科さん的なところにたまに行って定期検診してもらってるんですけれども、今行ってる病院じゃないんですけど、まあ、以前の病院で一回それを見てる看護師さんの方に結構決めの声で、ヘビリーさんですよねみたいな。生理痛大変ですよねみたいな感じで言われちゃって、 哦。Oh. なっっちゃてなんか私はそのね、ちょっと成立がひどいからっていうのに定期検診で来てたから、そんな言っちゃダメな状況ではないと思うんだけど、それがもし本当に大きい病気だったりとか、もし将来的にそういうのがあった時に秘密を知られたみたいな気持ちにきっとなっちゃうと思うから、私本当に視聴者さんが好きだからこそ、話しかけてもいい時かダメな時かっていうところの判断だけ、今後出会った時にしてもらえたら嬉しいなって思います。勘違いしてほしくないんですけれども、本当に話しかけること自体がダメとも思って、 ないし分かるんです気持ちはすごく好きでいてくれてるから会えた時に嬉しくて声をかけてくださるっていう気持ちってそこに悪意が何もないし本来嬉しい気持ちだからこそこちらも別に注意をしたいとか本当に嫌だやめろとは思えないし思いたくないんですけれどもちょっとだけ考えていただけると嬉しいな みたいなね。この気持ちをなんかわかっていただけるとすごく嬉しいです。すいません、偉そうに。で、最後になんですけれども、こんな感じで、あの、私時々、あ、ちょっと皆様に誤解を与えてるかもしれないなとか、そういうふうに思ったことはつどつどこうやって発信していくんですけれども、本当にみんながみんな、私の動画すべてを見ているわけではないっていうのは、私もわかってるし、皆さんにもわかっていただきたくて、今後、動画のコメントとかで、今日言ったことみたいなことに対するコメントとか質問とかがあった場合は、できれば、あの、皆様で、いや 優しく教えててあげていただ、けるとすすごく嬉しいいいなっていうののが最後に私からの願いですただ喧嘩とかをしてほしくないので、例えば、エミリーの編集者さんってどういう感じなんですかって質問に対して、この動画でなんちゃらって言ってましたよとか言ってくださる方いるじゃないですか。もう本当にありがたくて。 私も目は通せたらいるんですけれども、どうしても一件一件すべてに変身するっていうのがどうしてもなかなか難しかったりとかするので、ヘビー視聴者さんといいますか、いつも見てくださってる方が分かってる情報は視聴者さん同士でコミュニケーション取ってもらえたらすごく嬉しいし、あと私は本当にすごくほっこりします。本当に私の視聴者さん優しくて、自分がすごいほっこりだなと思えるポイントでもあるんですけれども、コメントとかでこういうことで悩んでって、 ますっていうコメントとかがあったら、めっちゃ高確率で誰かが、ね、頑張ってねとか、そんなこと悩まなくて大丈夫だよ気にしないでとか、応援とか励ましのコメントを、そのコメントに対してコメントしてあげてるのとかをよく見るので、すごい優しいなーって思うし、今日誕生日ですっていうコメントに対しても、結構おめでとうとか私の代わりにみんなが言ってあげてたりとかするのもすごくなんか、もうほほえましいというか、愛おしいというか、みんな優しい ありがとうみたいななんか本当にあったかい気持ちになるんですよなのでそういうのはこれからも続けていってもらえるとすごく嬉しいですあそうだあともう一個なんですけれどもたまに私の動画日付タイトルが上がる傾向にあるんですけれどもそれは youtube ってタイトルをつけずに動画を投稿した場合日付になるんですよその日の日付それはもう設定しているとかじゃなくてもうその youtube の仕様で勝手に サムネイルの日付になるようになってるんです。これ YouTube 知識なんですけども。じゃあなぜ日付のタイトルの動画がそのまま上がってしまうのかというと、本来私は動画を限定公開で投稿した後にサムネイルとタイトルと概要欄をつけて、えー、みんなに公開っていう、普通の公開に設定を戻して動画を公開するっていう流れに、 を普段採用しているんですけれども、それを限定公開にせずに、最初から公開にした状態で、すぐに投稿してしまった場合、アップロードが終わった瞬間に、日付と AI が選んだランダムのサムネで、その動画が公開されちゃうんですよ。なので、これは本当にその、待って、まだサムネとタイトルできてないのに動画上がっちゃったか、結構動画上げるのに、時間が経っちゃって、やばい、もう10時前だとりあえず、早く動画を上げよう するとサムネまだできてないけどごめんっていう気持ちで上げた結果ああなります <laughs> 予備知識です はい。他にも、なんか気になることとか、私に対して、ちょっと不審に思ってる部分だったりとか、この動画のコメント欄で言っていただけたら、まだ動画で答えるなり、何かしらアクションをすると思うので、教えていただけたらなと思います。皆様からの素朴な疑問とか、あの、ぜひぜひ、ぶつけてもらえると嬉しいです。では、改めまして、いつも動画を見ていただき、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。エミリンごとまつみでした。ありがとうございます。おやすみ。ごめんね、パジャマで。